カリストゥス2世は、ローマ教皇。ブルゴーニュ博家の出身で、元の名は、ギー・ド・ビエンヌ。1122年に新生ローマ皇帝ハインリヒ5世との間で、ボルムス協約を結び、序人権闘争の決着を図った。この協約の承認を求めて、カリストゥス2世が、翌1123年に召集した第一ラテラン公会議は、 第四コンスタンティノポリス公会議以来2世紀半ぶりに開催された公会議であり、また、西方地域で開催された最初の公会議であった。1050年、金ンビ城にて、ブルゴーニュ博ギオーム一世の4、男として生まれる。兄に、白衣を継いだルノー2世とエティエンヌ1世、および、ガリシア博レーモンが、また、姉に、 サボイアハク・ウンベルト2世の日となった、ジゼル、妹に、ブルゴーニュコウードを1世の日となった魔王がいる。イタリア王、アルドゥイノとも同族であった。また、メイアデルド・サボアは、フランス王類6世の日となった。1088年、ギーは、ビエンヌ大司教となり、1111 11年に、教皇パスカリス2世と神聖ローマ皇帝ハインリヒ五世により、法王特使を受けた。 これにより、彼は、グレゴリウス改革によって主張されてきた、グレゴリウス7世による特権を受けた。これらの特権は、1112年のラテラン、教会会議内の、暴力反対の活動にも影響した。議員は、ハインリヒ5世により、大司教を辞めさせられた。ハインリヒ5世と、教皇ゲラシース2世との後継者をめぐる、対立の中、 カリストゥス2世は外衛隊の亡命を余儀なくされた。その後、ハインリヒ5世との交渉の下、ローマで宣言した抗議者からの指示を撤回し、教皇と皇帝がランスに近いムッソン城で会うことが合意された。数奇教ではなかった、ビエンム大司教、ギー・ド・ブルゴーニュ大司教は、1119年2月2日にクリューニーで選出され、9人の数奇教が選挙に参加した。 そしてその選挙でギーはローマ教皇に就任した。10月にはギーがランスで協議会を開き、フランス王ルイ六6世が自国のほとんどの貴族と400人以上の司教、修道院長と共に出席した。ハインリヒ5世はムッソンでの個人的な会議のために到着したが、予想されていたように一人ではなく3万人以上からなる軍隊を引き連れていた。 議員は、軍が不利な情報を行うため攻めてくるのを恐れ、ランスにしばらく留まっていた。そして、イングランド王ヘンリー一世とノルマンディー公ロベール二世の、兄弟間の和解に無駄骨を負った。また、評議会と連携して、聖職売買や、事務めかけに対する懲戒規則や政令による対処が、行われた。さらに1119年10月30日に、 皇帝と対立教皇グレゴリウス8世への破門が解かれるべきであることが決定された。グレゴリウス8世が皇帝軍とイタリアの同盟国の支援を受けていた中、イタリアに帰ろうとした。しかしギーはストリの要塞に逃げていたため、ナポリ王国によって逮捕された。彼は、されるのにある刑務所に移送され、後に釈放となった。 皇帝の同盟国は、その後、すぐに解散した。1120年頃、シークとジュデイスという議員の教皇直書が、ユダヤ人の扱いに関する教皇の公式の立場を明らかにした。それは、5000人以上のユダヤ人がヨーロッパで虐殺された際に、第一回十字軍により求められたものだった。その内容は、波紋の苦痛のせいで、 ユダヤ人の財産を奪い取ったりすることの禁止令や、祝祭の自由など、ユダヤ人を守ることを目的としており、ユダヤ人が合法的自由を楽しむ資格があるという教皇、グレゴリウス一世や後のアレクサンドル三世などの立場にも影響した。ギーの勢力がイタリアで台頭してくる中、ギーは、ハインリヒ世と法師の問題について、 交渉を行うことが決められた。ハインリヒ5世は、ドイツで皇帝の権威が低下した論争に終止符を打つ、ことを計画していた。そして、3つの数気卿の大使館が、議員により、ドイツへ送られた。1121年10月、ビュルツブルグにて、女任闘争の和解のための交渉が始まり、やがて、ドイツは休戦宣言を下し、 教会における財産の利用が自由になり、反乱が修復されることに同意することとなった。これらのことはドイツを通して、議員にも伝わり、条約についての会議に、助手として、ホノリウス2世が派遣され1122年9月23日に、ボルムス条約として知られている契約が締結した。この条約の結果、司教の選挙の皇帝の影響力が保たれることとなった。 ボルムス条約が締結した後、カリストゥス2世は1123年3月18日に第一ラテラン公会議を開催した。この会議では、ボルムス条約が厳かに承認され、またいくつかの懲戒令が可決された。それは、生殖売買などについての取り締まりに関するものだった。その後、カリストゥス2世は、 サンタマリアインコスメディン協会の再建に尽力した。1124年12月13日、没した。ありがとうございます。